今日は久々に郷さんが来るみたいなんですが、はい、いかがでしょう。私、会ってないのでまだちょっと楽しみです。久しぶりなので、ちょっと存在感が負けないように頑張りたいと思います。そしたら2つ聞きますけれども、はい、メイキングの方でですね、全力ロジなんていうのが入ってましたけど、はい、なんかのパクリだったとおっしゃってましたが、いかがでしたか。あれは私もいいんですかって聞いたんですよ。いいんですかって聞いたんですけど、大丈夫ですっておっしゃったので走りました、うん、地方ですよね、確か。あ、確か地方でロケの時に走ったんですけど、でも運動神経なんせ私悪いので。結構かっこよく走ってましたね。本当ですか。すっごい何回も走って、ちょっともう一回もう一回って言って、本当に疲れてるのを撮りました。無理じゃないです。あとは撮影、まあ、結構前だと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと振り返っていただいて、こう一番印象的な思い出みたいなとこってありますか。思い出は全体が夏設定だったんですけども、撮ったのが11月から1月の間です。すっごい寒くて、それにキャミソールにショートパンツだったので、もう回路も何もない、意味ないみたいな。ここしかもあったかくないから意味ないっていうぐらいで、すっごい寒かった記憶がありますし、あと私じゃないけど、あの小役のナミさんとかはもう鳥肌が映っちゃうから撮り直しとか、いやそれしょうがないもうって思うぐらい、結構みんな頑張って耐えながら撮影に臨みましたのが思い出ですかね。それはでも今考えるとすごい楽しかったなと思います。制作発表の時に、はい、瞳と一緒に自分も成長できたらなってこうおっしゃってたと思うんですけど、はい、まあ、こう作品を振り返ってみて、はい、こんなとこが成長できたなって思う部分とかってありますか。でも自分自身も変わったなって思うところもあって、もちろん日常生活の中でもそうかもしれないんですけども、なんか瞳ってすごい私より後半一歩先を行ってて、台本読んでてもなんかどんどん女の子だけどいいなとか考え方が変わっていくところに、ちょっと私も胸を打たれていた部分があったので、見習いたいって後半はすごい